で、これリプリントされたから、ここに地雷置いておいて、一旦逃げると。ダブルキルですね、地雷で。トリプルキルだ、地雷で。じゃあ、スパイダー君についていこうか。あそこにいるんだね。はい、ビリ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 ああはい、こんにちは、グリードです。さあ、今日も、X ディファイアントやっていきましょうか。あれグリードさん、また X ディファイアント COD、COD って言ってたじゃないですかってね。X ディファイアントの動画、まあ、今のうちかなというか、COD アップデ前なんでね、今のうちかなと思ってね。はい、というわけで、このゲーム、かなりね、ゲームバランスがなかなかにぶっ飛んでるっていうのがね、だんだんみんな分かってきたというか、気づいてきたかなと思うんですけども、今日はこのゲームで僕が一番うざいと思うスキル構成を紹介したいと思います。キャラクター、デッドセック、ウォッチドックス2のキャラクターですね。サイバーアタッカー。まあ、いわゆる、ハッキングキャラですね。このキャラのウルトは、まあ、敵のアビリティとウルトを使えなくするハッキング技。そして、スキルはハイジャックっていうね。これまたハッキング系。で、今回紹介するのは、めちゃくちゃこのうざい、スパイダーボットっていうね。まあ、敵の方に自動的にね、追尾する、スパイダー型のロボットなんですけど、まあ、敵のね、こう、画面全体に張り付いて、スタン状態にするって、めちゃくちゃうざいんですよ、このキャラ。キャラっていうか、まあ、スキルだね。そして、パッシブスキルはファブリケーターっていうデバイスを、リプリントする、再使用可能になるっていうやつ、技なんだけど、これちょっとね、後で関係していきます。このゲームね、センサーマイン、地雷がね、ものすごい強いんですよ。もう本当に強い。だいたいね、キルが、絶対取れる。上になんかね、目立ちにくいというか気づきにくいので壊されることもなかなかないっていうね、もう本当にうざい、センサー前になってます。今回この組み合わせでね、ちょっとまあ、プレイしていきましょう。そのうざさをね、見せたいと思います。さあ、マッチング、デッドセックのスパイダーボット。まあ、今回も ACR 使いましょうか。もう全然ね、レベル上げが進んでなくて、アタッチメントがね、解除されてません。さあ、やっていこうか。まず、右レーン上がって、このスパイダーボット展開。ちょっとね、移動スピードが遅いんで注意ですけど、敵に向かってね、こう、立ってくれるんで、ビリビリしてる、ビリビリしてる。はい、1キル。はい、こういうキャラです。で、地雷ね。地雷投げて、これ右レーン怖いよ。大丈夫か？リロードして。うわあ、ここにも地雷か。敵も使ってるね。いや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 、やっぱりね、増えてきたっちゃ増えてきたね、地雷はね。で、地雷は、湧いたらね、とにかくどんどん投げちゃっていいっす。うん。自立に置いてもいいぐらいですね。さあ、これ右下、今地雷使ったけど、リプリント中ってなってるよね。これが、このキャラのパッシブスキル。投げ物がリチャージされるので、これが本当に強いのよ。で、ちなみに言うと、これ、ね、地雷をまず1個置くじゃないですか。で、リプリントされて、ちょっと敵倒してからにしようか、まず。OK？ はい、リプリント完了で、これ地雷もう1個置きます。これね、多分ね、地雷ね、最大2個まで置けます。なので、うん。最大地雷2個置けるから、もう本当に強い。わあ、さすがに厳しいか。あ、ごめんごめん、自立にどんどん置いてもいいですよ。で、自立に置いて、敵リス側に1個置くとかね、そういうこともできちゃうから、いや本当にうざいだよ、これが。ダブルキル？ここにもう1個置いて、1回 B 取りたいな。あー、ビリビリしてる！あー。上げて前やって。左地雷置いてあるから、右だけ警戒しようかな。オッケー、右だけ警戒しよう。いやー、厳しいか。前に味方がいなくて不安な時は、スパイダーボット。な、左くんかい。右行ってほしかったな。まあ、たまにちょっと暴走しますけども。あ、でも敵ビリビリしてるね。今のうちに右取って、右には地雷置いておこうか。で、多分そこいる。はい、1枚、2枚。オッケー。で、手前。はい、トリプルキル。オッケー。で、ウルト溜まりましたね。ウルト溜まったから、ちょっと使っちゃってみようか。はい。敵のスキル系ハッキングして、で、そこ B 前にも地雷置いちゃおうか。オッケー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 。地雷置いちゃったりして、左、地雷が置いてない方警戒しようかな。リチャージ、リプリントされてないってことは地雷がまだ生き残ってるから、多分まだ大丈夫。オッケーオッケー、ああ、危ない危ない危ない。地雷置いてない方展開していこうかな。オッケー危ない。
地雷キル入りましたね。どこの地雷かな。オッケー、じゃあ地雷、あ、地雷キット、地雷キット。じゃあもう一個置きに行こう。もう一個置きに行っちゃおうかな。はい、ダブルキル。あ、まずい、これは死んだ。火を使って、火を使って、地雷。あ、ダメか。さすがに死に間際の地雷はあんま反応しないからね。でもあの地雷でダブルキルしましたから今。最高ですね。オッケー、もう右にいるぞ。あ、ビリビリしてる、ビリビリしてる、ビリビリ。あ、最低やこれ。最悪やで、ほんと。もういいのかな、こんなやっちゃってて。あ、待って、ゾンビ取られてるよ。あ、ウルト使ってんのか、なるほど。そこ地雷置いてあるから一旦逃げようかな。一旦角待ちして、はい、使うよこれ、スパイダーボット君。おっと、地雷反射になっちゃったから今、もしかして。これ地雷置いて逃げよう。あー、お、どうした。え、埋まってる。あ、そっち行くの。そっちじゃないだろ、行くの多分。たまーに暴走するけど。よし、追いかけよう、ボット君。あー、ナイス。もう絶対勝てる。え、ここに地雷置いとく。地雷そこ置きつつ、あ、ぶらぶらぶら、右潰して、オッケー。じゃあちょっと地雷遠かったか、反応してるけど。はい、ここにも地雷置いて、でスパイダーボットくん展開させて、あとウルトか。これウルトに対しても確かね、そう効くんよこれ。ウルトに対してめっちゃ効くんすよねこれ。そこ地雷置いておいて、なんか右に1枚いるな。 OK、 で触っちゃおう。でこれリプリントされたから、ここに地雷置いておいて一旦逃げると。であの旗を触ろうとしたら多分地雷に引っかかるはずだから、ダブルキルですね、地雷で。トリプルキルだ、地雷で。あー、これ今日の動画怒られないかな、大丈夫かな。この辺に堂々と置いてみようか。 OK。 あ、どっかでビリビリしてる。あれ、どっかで地雷というかスパイダーボット君展開してたっぽいけど。うわー。敵の地雷だ。いや、このゲームね、COD のエンジニアみたいな地雷が透けるものがないからね、本当に。危ない危ない。はい、勝った。いやー、ああ、グッといっぱいもらっちゃった。いいんですか？こんなんでも、ああ、4つも。ああ、ええー、こんなにグッともらえるの？これで。え？敵が見えないな。こういうところにも地雷どんどん置いていこう。ない、これで2つ展開してる状態で壊れてないから。はい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 、ダブルキルと。で、スパイダー展開させて、これ分け変だな、多分。スパイダーくんの方行こうか。はい、地雷ヒット。ありがとうございます。1キル、センキュー。じゃあ、スパイダーくんについていこうか。あそこにいるんだね。はい、ビリ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 ー。あ、ここ来そう。これ地雷置いとこ。はーい。これ椅子変わりそうだなーっていうところで地雷置いとくんよ。で、前上がる。OK、ナイス。はい、地雷ダブルキルヒット。じゃあもう一個置こうかな、ここ。あ、同じとこに2個置いちゃおうかな。うん、ガンガン。うん、ガンガンガン。いやー、さすがに同じとこじゃね、引っかからないと思うんですけど。おっと、敵の地雷だった。はい。地雷置いて。よいしょ。あ、どっかビリビリしてる。ああ、どうもどうもどうも。マジ、あれね、つけられたら何もできないからね。あー、もうちょっと右行ったら地雷だったんだけどな、敵さん。はい。はい。でも死んだ。ギリギリ。おい、地雷で1キル？これで、なんかトリプルキルぐらい？で、B 取られてるから、そこ倒して。で、スパイダー展開させて。どうだ？前上がろうかな？これで。
段引いて。ビリビリしてるスパイダーくん。あー、こんにちは。で、地雷置いといて。上には登ってこさせないと。で、なんかそこ一人赤点あるから、そこやろうかなと思ったけど味方やってくれてるね。ナイス。味方、はい、地雷で打ち切る。ありがとう。さあ、リプリント完了。もう一個地雷が置けますよ。まあ、同じとこばっかさ、もう引っかかんないと思うけどね。あ、もう引っかか、あ、これ死んだ。あ、やった、1キル。地雷で。ああ、いやー、これ、ちょっと、いいかな。今日いいかな、これで。なんすかね。こんなんでいいんでしょうか。はい、来るの分かってる。もしかしたらまだ来るかもしれないな、ぐらいか。この上の覇者となるか。もう一回、地雷置くよ。そこ地雷あるからね。やばい、マジで切れてると思う。ま、あ、やばい、さすがに死んだか。さすがに死んだか、これは。ナイス。このゲーム、まあ、いろいろぶっ壊れてるのがみんな気づき出したから、カジュアルに遊ぶ分にはいいけどね、真面目にやればやるほどもう、うん、本当にイライラすると思う、これは。いやー、というわけで、お疲れ様でした。今日は、X ディファイアントスキル紹介。まあ、次回はそうだな。そろそろね、COD のガンダムコラボアップデート来るから、ちょっと、それに備えようかなと思います。というわけで、今日の動画良かったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。